問題はこの三別荘のこれ1970年代に発見された、東大資料編纂所が発見された文書で高麗長城不信上状という文書がありまして、高麗から以前に来た長城との違いを列挙した文書です。主なところを言いますと、以前は蒙古の徳を上げ、今は野蛮人と書いている不信とよくわからんと。文永5年分は、前に来た分は、文永5年分というのは前 の資源さんのやつですね。あの文に関しては年号を書いてるが、今は、クビライの衝動で共に来た高麗王のあれです。その時は年号を書いてるけども、今回は年号を書いてない。資源3年とか言ってないと。それから以前は蒙古の特に服しているとに書いてるけども、今は高架島に40年間野蛮人と戦い、今、鎮土に戦闘したというふうに書いてある。鎮土から最終東部が、鎮土に戦闘したと書いてあると。それから漂流民の 変化を申し出ていると、いうことで、これはよくわからんなと、いうふうな形で、ようわかりませんなという形で、朝廷内で議論があったんですね。さらに、金海府の、兵20人を日本に派遣したという情報を提供していると、いうことで、まあ、そういう情報は来ていると。で、こういうことが書いてあるんですけども、これについて日本側はどのように考えていたのかという議論が実はありまして、村井翔介先生、あるいは本郷恵子先生は、この朝廷の議論というのは無意味なものであると。要するに、結局この場で行われたものは、基本的に朝廷で行われたのは、漢文の、読み方を競う場になっていると。漢文の、競う場になっていると。だから彼らはリアルな現状認識を持ってなかったんじゃないかと、いうふうなことをまあ言うとですね、それの具体的な、証明としてこの両権区分と両権、まあ、意見が分かれたと。誰それは日野助則は日野なんとかさんは日野さんは、読めなかったと、意味分からなかったと、高辻長成さんは、見事に読んだと、見事であると。だから日野に関しては古今の日頃の稽古が効果がないとか、長成に関しては、非常に面目を施したというふうに書いてあって、これ漢文が単にこの朝廷のこういう議論は漢文とか基礎場であって何ら具体的な議論してないんじゃないかと、言うんですよね。ただじゃあこの両権区分、権限が何なのかということについて実はあんまり書かれてなくて、少なくとも当時の朝廷が何を理解しているのかということに関してみると、明らかに先ほどのこういうところをちゃんと理解している以上は、彼らが朝廷サイドも少なくともこのレベルは理解していると、それからこれも理解したやつなんですね。それから今日を買うとで米を送ってくれと言うていると、いう議論もしていて、一応日本サイド朝廷の議論ではこの兵糧援助の要請であるということも理解してるんですね。で、問題は蝶を乞うつのが実は兵糧援助なのか援軍要請かつのはちょっとわからないという話はあって、一応このレベルまでは一応一致していると。じゃあこの両権区分、日野さんがわけわからず、高辻さんがちゃんと読めた理由は何なのかと、いうことなんですけども、吉族記、吉田常長の吉族記を見ると、こういう字が出てくるんですね。これか、それとも、これなのかと。春か、てむ、伺う、かと。これは、春なのか、伺うなのかと。で、どうも、この春、と呼んだ人は意味が通らなかったと。で、こちらを呼んだ人はさすがだというふうに常長が評価している。これを見るとでもう一つ、読める読めない云々に関しては、実はこの議論をやるときに抜かされたのは、その場が亀山の場前午前なのか御坂の午前なのかというのは全然意味違いますよと。これも実は大事であって、古典の読み場の、コンテストになってるというふうに言われてる話って、基本的にこれ亀山のところですね。で、亀山っていうのは当時、陰性誤差が敷いてるわけですから、決定権はこちらにあるわけであって、こちらにあるわけですから、
決定権ない神山天皇の前で行われる議論っていうのは当然リアルな話じゃないんですよね。だから国会のことで見なあかんのはこちらであって、こちらのには議論されてるのか、それこそこれこれとこれの差じゃん、差なんですね。どうも何が議論されてるのか、記述によると当時の院の前で午前で議論されてるのはここだと、天と朝の違いだと。で、天をやったら伺う、朝やったら意味わからんと。で、長なりはこちらで読んだんですね。要するにこれは5時、これの5時であると、こう書いてあるけども実はこっちの5時であると、いうふうに長なりさんは主張すると。で、こうなると伺う、つまり、日本を伺うというふうに三別抄からの本では書いてあるということで、当時の後嵯峨院政は明らかに、モンゴルが日本に攻め寄せる可能性について、三別抄が、朝廷が当時理解していたレベル2のはおそらくモンゴルに抵抗して鎮土に、居を構えた反乱軍が存在する、その反乱軍から、モンゴルが日本に、侵略してくる意図を持っている、共闘の、呼びかけをしているということまではどうも理解していたらしいと。で、にもかかわらず朝廷は黙殺する。これ興味深いのはこの頃、この三別抄の使者と同時に来ていたのはこれがモンゴルの使者ですね。で、実はこの時大宰府には3つの使者が来たらしいんですよ。3つの使者が当時大宰府に来ていた 3つの使者というのは、まず、三別抄の、使者、それから南宋の使者、それからクビライの使者、これが、趙良筆ですね。この3人が来ていたと。で、このうち、朝廷が選んだのはここに返事を出す、これが朝廷の、選んだ手であると。これに関してはそうですね、三別抄のちょっと前、1269年に実は金雄星の使者が来た時に朝廷は返事を出そうとしている。で、ただそれを幕府がとどめていると。で、この時に東の坊城秀長さんが書いた、手紙があって、この手紙では、モンゴルに対してはちょっと言い方を、ちょっと考えてくれたら嬉しいですと、話はそれからですと。で、秀長の場合は高麗に対しては今まで長々とありがとうございましたと、今後ともよろしくというふうにこの時には言うていて、で、この三別抄の使者が来た時にはだからこの時の、金雄星が持ってきた手紙とは違うなと言ったんですね。これちゃんと言わなきゃいけませんね、考えたら。この三別抄の使者の時に問題だったのはこの金雄星がもたらした手紙です。で、もう一つこれちょっと言い忘れとったんですけども、この時に実は来たクビライの国書っていうのは最初に比べると随分きつくなってます。要するに日本が前回クビライの非常に丁寧な、国書をガン無視したことに対して、かなりの怒りを荒らしているで、なおかつ皇帝のジャルリクではなくて格下げになっていて上層の手紙というふうになってます。日本国王での上層の手紙と、日本側の、不誠実な対応を責めてる、それに対して秀長はちょっと言い方を、変えてくれたらええんですがねという話をしていて、だからだいぶこの辺朝廷サイドはかなりクビライとの交渉術に関しては意外と乗り切ったんじゃないかなと。で、それを、まず前提にしてこの対応を見ると、朝廷が取るべきなのは、要するにクビライとの交渉関係をなんとか樹立しようとしている朝廷サイドは、当然この三別抄に使者を送るという、そういうこれとかこれに対して今まで付き合ってきたにもかかわらず、もう南宋についても見捨てると、三別抄についても見捨てると、朝廷はもうここに全力を集中すると。ただこれよくわからんのは、幕府はこの時も結局罰、この時も罰、幕府はこういったことを一切認めないと。じゃあ幕府はじゃあこのクビラを認めないんだったらこちらに対してどうするのかって話、
これも、幕府はなんかはっきり言うわけじゃないんだけども、結局、すべてが行われないということで、この返事はおしとめと。で、こちらに関しては特に何も言わないということを見ると、幕府はとりあえず一切の交渉事をしないというふうな方向で調整していたらしいことがわかります。という感じですかね。うん、さっきの高台長城というのは、その三別省が持ってきた手紙なんですか？あ、そうです。で、それについては日本は正確に理解したわけですね。と私は思ってます。で、まあ、これはもうあかんわと、ここは。で、次に、あと南宋とモンゴルが残るけど、話し合うならモンゴルの方かと。いうふうに朝廷は考えたみたいと思ってます。うん、全然反応はないんですけどね、この論文。もう多分8年ぐらい前の論文なんですが、全然誰も反応してくんないんで、わからないんですけども。まあ、朝廷の情勢判断は、結構いいとこついてますね。うん、私のいる限りではもうそういうとこついてるもんですよ。なんか村井翔介さん、本郷恵子さんもまるでリアルな認識がなく、ただの漢文の読み方を競ってるだけだというふうに言うたんですけども、私は結構正確に、極めて正確に理解してるようなと。で、そういうふうに書いたら私学雑誌の回顧の展望で、朝廷が、この、モンゴルを中村翼さんから、朝廷がモンゴル問題の、リードしているという通説を繰り返しただけと言われて、通説かな、うん、と思ってるんですけども。で、幕府は全てに対して黙殺するというのもよくわからない話ですね。わからない話です、これ。どれか選んでね、うん、南宋と組むからモンゴルとは黙殺だって。なんなら、まあ、筋通りますね。通りますね。南宋サイドが一応、南宋サイドの人間結構来てるんだから、そういう風な動きを示してもいいとは思うんですがね、幕府も。あるいは三別省と組むとか。モンゴルと戦うことになるんなら、どこか同盟軍を作ってと、になりますよね。なりますね。そういった努力は一切見られないですね、この幕府には。で、そうしながら、いつかこれは戦争になるかもしれないなと思って、御家人を動員しようかなってことは考えてるわけですね。うん。実際その通りになるんだから、うん。読みは当たってる。当たってます。なのになんで外交活用せえへんのやと。うん。不可解ですね。ものすごく不可解と思います。幕府サイドは何を考えたんやろうなという、この動きを見てても、ここよりあとはもうしゃあないですよね。ここからあとはまあしゃあないんですが、ここまでなんかならんのかなという。これも仮説のレベルなんですけども、この私、この2月騒動っていうのがちょっと興味があって、この時と、それから、これとこれほとんど同時ですから、この間、実は六原短大がかなり弱体化してるんですよね。1272年のところですね。うん、六原短大、北方と南方が置かれていて、北方の、あれは時持ちか、北条なんですよね。六原短大、北方が北条時持ちで、南方が北条時助。で、この時助のという人間がものすごく難しい、判断の難しい人物であって、彼は時宗の兄ですよね。問題はこの時助が南方に送られた経緯について、通説では、左遷と。それに対してもう一つの説では栄転と。だからもうここで話がすでに時助という人物に関しては、この南方について段階で左遷説と栄転説があって、もうすでに非常に、位置がブレブレである上に、さらにこの時はこの人が死んだ後なんですね。死んだ後で南方の時助一人の時代に先ほどのこの一連のことが起こったんですね。この話が起こってるのは時助が一人でやってる時代で、この直後にこれがあった後に幕府は、北方の、あれ、名前忘れた、六代執権長時の息子です。
彼が北方にやってきて南方の時津を打つ2月騒動が起こります。だからまあ、時津がこういう、朝廷サイドがこの返調をこう議論してる時に、まあ、少なくとも何のアクションも起こしていないと。結局幕府が、わざわざ出てきて、潰しているということで、時津の動きっていうのが非常にちょっと気になるところなんですね。でこの2月騒動が起こった後はもう見たら分かりますけども、懲罰黙殺、あとはもう一切関係がなくなって、 むしろ、この時にはもう呉服屋自身がもう返事なんか出すなというふうに言ってるんで、まあかなり、その辺この瞬間だけ、この辺だけが朝廷がまさに独自に動いた時期なんで、その辺が大変私は個人的にはちょっとものすごい気になってます。気になりながら20年近く放置してますけども、何があったんだろうなと。これ朝廷と幕府って外交方針のすり合わせってのはやらないんですか？幕府と朝廷のパイプって意外とこれめんどくさいんですよね。朝廷と幕府の関係っていうのは意外とパイプが薄いというか、常時やっぱりまず1週間やっぱり鎌倉と京都やっぱり遠いんで、この間のやり取りに10日間前後かかるんですよ、これで。こうやり取りするだけで。基本的に、朝廷から西恩寺、幕府の意思はこういう形で伝えられてきます。で、こういう形でやってくるんで、まあ、なかなか意思疎通というのは意外とスムーズではないと考えられます。もう間いっぱい人が入っています。伝言ゲームですかね、これ。でそんなもので通常はちゃんと動いてたわけですね、平時である。そうです。うん。ちなみにルカラ短大の場合、ルカラ短大もこう入ってきてますけども、ルカラ短大、これも10日分かかるのと、それから、でルカラ短大のうち実は北方と南方がありますが、これほとんど機能は一緒なんですけど、ただ一つ違うのは北方は三大するんですよね。彼らだからちゃんと朝廷の官位も持ってるんです、北方は。対して南方っつうのは、例えば時津もそうなんですけども、朝廷の関与を持てないんですよね。で南方はしばしば持てないこともあって、こちらの北方が一応三大して朝廷との交渉を行うという。で、この三大する北方のことを執権短大というふうに言うそうです。で、問題はこの2年間の間は執権短大が置かれないまま、一時的に南方の北条時津が執権短大の役割を果たしていたと。時津はやっぱり無意無感やったんで、顔とかも全部裏側に書くという形で、もう多分その時ものすごくロカラ短大も機能不全したんじゃないかなと思います。鎌倉幕府自体が多分かなり機能不全した可能性はありますよね。2月騒動の後、名古屋時明とそれから則時の兄弟は殺されてるんですよね。でこれについて時明は全くの無実であると。だからこの、名古屋時明を殺した人間は処刑されたと。で、則時に関しては、よく分からなかったんで、この則時が殺した人間は、別に罰されもしなかったが褒められもせず人々から嘲笑されたと。でさらにこの直後、連署の北条政村が執権の北条時宗に対して勝手な行動をするなと、叱りつける手紙を送ってるんですね、政村から時宗。ということはこれどうも時宗の単独行動で名古屋市、この2月騒動の時津を殺すついでに名古屋市も潰したと、時宗が。でそれは幕府からの、指示を、幕府自体の指示を受けることはなかったというのがあって、その辺ものすごく幕府がかなり、ややこしいことになってるよねという感じはします。さらに足立康盛がこの、2月騒動で非業の死を遂げた人々の霊魂を慰めようとして高野山とかにいろいろ寄進をしてますから、どうもこの頃幕府自身も結構なんかややこしいことになってた可能性はあります。はい、まあ、そういうことがあってうまく朝廷と幕府の意思疎通というか共通認識をすることができなかったと。うんうん、それどころか、もしかしたら幕府がもう何も考えんと、とりあえず何もやらなかったのは、そもそも何かする外交方針について難しい決断をすることができなかった可能性ありますよね。とも最近ちょっと考えてます。
もう方針決められないから、うん、とりあえずほっとこうと。うん。あれですよね、あの、江戸幕府の、あの、無理な打ち払いと一緒であって、それどころじゃないねんと。今、それどころちゃいまんねんという。そうね、実際に攻めてきてるわけじゃないから、まだ。そう。うん。うん、で、攻めてきたら、まあ、その時はその時で、なんとかするしかないみたいな。だから、例えばこういう状況で、モンゴルからあの戦争を一応視野に入れた形での手を差し伸べられは来ていて、あのただこれが本当にモンゴルはどの程度平和的なのか、どの程度モンゴルにつくことによってという、そう未来を見通せない中で、幕府にとって一番楽やったのは、攻めてくるかもしれないけれども、もう黙殺するしかない。いや、あの、そこで、あの、モンゴルと交渉を介することがどういう未来を引き起こすのかっていうのは多分誰も読めないと。そういう中で幕府にとってはそれについて何かやるだけの余裕はなかったんちゃうかなと私はちょっと考えてるんですね。逆に朝廷はまだその余裕があった。朝廷の方がちょっとまだ正気をも保ってたと。特にこの時は後嵯峨がしっかりとリーダーシップを持っていた時期ですから。モンゴルから来てるあの使者の張良筆さん、はい。この人は苦労してるみたいですね。してるですね。何回も行ってこい言われて。この時ですね、あの、張良筆はかなり日本の内実を、調べた上で、日本は豊かな国もない、豊かな地勢もないし、人間の文明のレベルも極めて低いので、攻める意味はありませんという報告ですね、これ。かなり詳細に張良筆は日本のあちらこちら、この2回目の時は、あの、1年近く多分日本に来日したはずです。来日したはずです、これ。こちら行った、すぐに帰ったんですが、こちらはもうなんか、2人やってきた張良筆はそのまんま、あの、現に帰らずに、あの、かなり日本国内をうろうろ歩き回って、情報収集してみたいです。で、その結果が、土地は痩せてるし、産物はないし、人間の文明レベルは極めて低いので、攻めても何の利益もない。いや、本音なのか、自分が使命果たせなかったから、うん。弁解に使ってるのか。その辺難しいですね。これ、モンゴルからか見ても、でも、不可解ですよね。ちゃんと手紙何回も送って、使者もずっと出してるのに、うん。何の返事も出さないんでしょ、日本側は。何考えとんやと。思いますよね、中国側からすれば。そう。うん。そうですよね。なんか言うてこいや、みたいな。ちょうどこの頃は、繁昌のとこで戦ってたから、まあ、中国も忙しかったんでしょうけど、繁昌、あそこで南宋と戦ってるという情報は、日本は知ってるんでしょうね。多分してると思います。うそのニュースが入ったら、かなりやばいことになってて、普通思いますよね。ん。南宋とモンゴルがなんかもう最後の決戦みたいなことやってると。ここで南宋負けたら、本当にえらいことになるよと。だけど日本、南宋を支援しようという、こともしないんですね。ないですね。現に南宋の人は来て、あの、あれ多分連帯しようで多分来てるんでしょうけども、この時のここに南宋もついてきてることを考えると。あ、南宋の連中は南宋の連中で、あ、おそらく救援要請来ていて、幕府サイドとか当時の日本はとにかく一切何のレスポンスもしない。悪いことはこれ思考停止してるんかなという。まあ、完全にある意味裏打ち向きとなっちゃってるのかなという。朝廷の方がその辺を一生懸命なんかいろいろ考えている。例えば、あの、高麗に対してこの使者を出すことを、これ、例えばこの時でも、高麗とモンゴルに対して、あの、かなり書類のトーンを変えてみるとか、いろいろ考えてるんですね、これ。高麗に対してはもう、あの、拉致したものをわざわざ送り返してくれてありがとうございます。これからもよろしく、末永く友好を言うて、要するに、場合によっては、あの、高麗にもっとこっちに来ませんかと、いうようなことを呼びかけてみるようにも見えるし、朝廷はいろいろ揺さぶりと、それから、あの、まあ、モンゴルに対しては、ちょっとその言い方、ちょっとなんとかなりませんか。今回すんのでは何ともできないけども、またちょっと考えてみてください、言うて。まあ、高麗とはかなりこう、トーンを変えてみるとか、揺さぶりをかけながら、こう、なんか、朝廷はいろいろ考えてる節がわかります。で、しかも、この時に、まあ、前も言いましたけども、道真が結構なんか有名らしいという話で、道真子孫にわざわざ書かせると。まあ、全くのこれ、日本眼の妄想なんですけど。これモンゴルと直は無理でも、高麗との
関係を改善しておくというのはありますよね。うん、ありですよね。とりあえず窓口だけでも確保しとこうと。うん。幕府はそれすら許さない。